ドジャースの大谷翔平選手29の銀行口座から約1700万ドル約26億円を不正送金した銀行詐欺と税金の虚偽申告で訴追されている元通訳の水原一平被告39が4日日本時間5日ロサンゼルス郊外のサンターナ連邦地裁で2件の罪を認める有罪答弁を行った有罪答弁を終え 裁判所を出た水原被告と弁護士を約50人の日米メディアが取り囲んだ。一言お願いします。昌平に言いたいことは日本語と英語でやつぎ早に質問を浴び続けた同被告は、表情一つ変えることなく無言を貫いた。弁護士も、今日はコメントしませんとだけ答え、質問をスルーし続けた。法廷では自身の就学年数について、13年と返答した同被告。 エンゼルス選手名鑑には、カリフォルニア大リバーサイド校卒と記載されているが少しだけ大学に通いましたと学歴詐称を認める形の答弁をする場面もあった。目の前でカメラマンが転倒するアクシデントが発生しても無表情でやり過ごした同被告。用意された大型 SUV に乗り込み、裁判所を後にした。この記事はいかがでしたか問題を報告。関連記事。 大谷翔平の元通訳、水原一平被告が有罪答弁ギルティ、量刑は10月25日に言い渡しへ。大谷翔平、前に進む時期が来た、声明文発表元通訳、水原被告の有罪答弁受け。米検察、歯の治療費すら盗んだ、水原被告を批判。水原一平被告うつろな目が際立つカジュアルな服装で無言貫く証言台では機械的に、 イエスサー、ノーサー大谷翔平、私及び家族にとっても重要な集結。元通訳、水原一平被告の有罪答弁を受け声明発表。